アサファ・パウエル、アサファ・パウエル、アサファ・パウエル、1982年11月23日体は、ジャマイカの陸上選手である。種目は主に100メートル中心。身長190センチメートル、体重88キログラム、ジャマイカセントキャサリン教区出身。元世界記録保持者。5人の兄すべてが、陸上を短距離選手。 父のウィリアムス・パウエルは100メートルで10.2秒、母のシスリン・パウエルは11.4秒、5人の兄も全員10.5秒以内の記録を持つというスプリンター、一家である。兄のトノバン・パウエルは1999年世界室内選手権、男子60メートルファイナリスト、2000年、シドニーオリンピック男子400メートル、リレージャマイカ大。 また、2007年世界選手権100メートル銀、メダリストデリック・アトキンス、バハマの母は、彼のいとこにあたる。瞬発力のある筋肉と骨格に恵まれており、彼のスタートは、その爆発的な飛び出しから、エクスプローシブスタートと呼ばれている。世界記録保持者だった当時、世界選手権、オリンピックでのタイトルがなかったため、無冠の最速男と呼ばれていた。 グランプリでは他を寄せ付けず圧勝することが多いが、大舞台、オリンピック、世界選手権では固くなり、いつも自分の実力を発揮できない。それは9.8秒を切る記録を複数回マークしていたにもかかわらず、2008年までの世界大会の決勝での最高記録が9.94秒に過ぎないことからも明らかである北京オリンピックでは100メートル決勝と同じ日に、 行われた準決勝で後半流しても9.91秒で走っていたが、決勝では9.95秒で5位に沈んだ。決勝でも9.91秒で走っていれば3位と同タイムだった。それでも2009年の世界選手権では、レース前でもリラックスした姿を見せ、力まずに最後まで走り切った。世界記録を叩き出したウサインボルト、米国記録、世界歴代2位。 当時を出した、リソン A に敗れ3着ではあったものの、9.84秒と、着順別での世界最高記録を出した。また、2007年世界陸上大阪大会、2008年北京オリンピックと、個人種目で惨敗しても、リレーでは、驚異的な走りを見せたため、ミスターリレーというあだ名もついている。このように、メンタル面でのことや細かい技術など、 まだまだ改善すべき点があると言われている。2001年まではサッカー選手だったポジションは FW。2002年、ジャマイカの首都キングストンの大学で陸上競技を本格的に始める。マンチェスターで行われたコモンウェルスゲームズでマイケル・フレーター、ドワイト・トーマス、クリストファー・ウィリアムズ等と挑んだ400メートルリレーではアンカーを務め銀メダルを獲得。 2003年、世界選手権では100メートル二次予選で不正出発、フライングにより失格となった。この時ジョン・ドラモンド、アメリカも失格になっている。2004年6月12日、100メートルで初めて10秒の壁を破る9.99秒をマーク。2004年7月30日、ロンドングランプリ100メートルで前回オリンピック発射の モーリス・グリーンに勝ち、金メダル候補になる。アテネオリンピック100メートルは、金メダル候補だったが、9.94秒、秒速0.6メートルで5位に終わる。2004年、唯一の敗北。200メートルでは、決勝で、不正出発により失格となった。2004年は1シーズンに9度も100メートルで9秒台を、マーク、ベストは9.87秒で、同年の世界3位体であった。 2005年5月8日、ジャマイカ国際招待100メートルで9.84秒で優勝、当時世界歴代3位、対、自己ベスト、シーズン世界最高。2005年6月14日、アテネのオリンピックスタジアムで行われた陸上のスーパーグランプリ、GP 第3戦アテネ大会、ゼッケン、100で男子100メートル決勝に臨み、リアクションタイム0秒150。 追い風秒速1.6メートルの絶好の条件の中、当時の世界記録を100分の1秒更新する9.77秒を樹立した。従来の世界記録は2002年9月14日にティム・モンゴメリーが出した9.78秒。ただしこの記録は後に取り消されるで、約3年ぶりに塗り替えた。2005年世界陸上選手権では、 アテネオリンピック100メートル覇者のジャスティン・ガトリンとの勝負が期待されたが怪我のため欠場。2006年6月11日、イギリスのタインオーヤーュ・ゲーツヘッドで9.77秒、秒速1.5メートル、世界記録体、自己ベスト体を再びマーク。2006年6月25日、200メートルの自己ベストを19.90秒。 秒速1.3メートルに更新。2006年8月18日、スイスのチューリッヒでまたも9.77秒、秒速1.0メートルを記録。2006年の IAAF ゴールデンリーグ6戦、全勝、100万ドルのジャックポット獲得。アスリートオブザイヤーに輝いた。2007年8月26日、世界選手権100メートル決勝では、 コースタートで飛び出すが、後半イソンゲーが追い上げ、ゲーに並ばれるとリキで失速し、バハマのデリック・アトキンスにも抜かれ、結局9.96秒、秒速0.5メートルで3位だった。2007年9月1日、世界選手権400メートル、リレー決勝でアンカーを務め、バトンをもらった時は5位付近だった順位を、前のチームを何人も抜き去って2位まで押し上げ、 37.89秒のジャマイカ記録での銀メダル獲得に大きく貢献。この時のラップタイムは8.84秒であり、アンカーとしては当時史上最も早い記録であった。2007年9月9日、イタリアで開催されたリエティグランプリにて、男子100メートル予選で追い風秒速1.7メートルの工場喧嘩、9.74秒の世界新記録、当時を樹立。 予選のために最後は流していたため、決勝ではさらなる記録の更新が期待されたが、決勝は無風であったため9.78秒に止まった。世界記録更新の功績でこの年のパフォーマンスオブザイヤーに輝いた。2008年7月22日、ストックホルムスーパー GP の100メートルで肌寒い条件下、コースタートから9.88秒。 秒速0.4メートルをマークし、世界記録保持者のボルトに0.01秒差で競り勝つ。2008年8月17日、北京オリンピック男子100メートル決勝では、今回も金メダル候補の一人だったが、力みが出て、本来の走りができず、9.95秒、秒速0.0メートルで5位に終わった。2008年8月22日、 北京オリンピック陸上男子400メートルリレー決勝ではアンカーを務め37.10秒の世界新記録で優勝。この時のラップタイムは8.73秒であり、アンカーとしては史上最も早い記録である。ところが、このレースで同じジャマイカチームのネスタカーターがドーピングの検体の再検査で禁止薬物の陽性反応を示したため2017年に 金メダルを剥奪されている。2008年9月2日、スイスで開催されたローザンヌ国際100メートルで、追い風秒速0.2メートルと、ほぼ無風の中、自己ベストを0.02秒更新し、ウサイン・ボルトの当時の世界記録に0.03秒と、迫る9.72秒を記録。2009年2月28日、 オーストラリアのシドニーで400メートルの自己ベストを45秒94に更新。2009年8月16日、世界選手権の100メートル決勝ではリラックスするためか、これまでとは違う、おどけたような態度を見せた。結果はあまり力まずに走り切り9.84秒、秒速0.9メートルで銅メダルを獲得。このタイムは全大会で優勝した。 タイソンゲーの決勝のタイムを上回るものであった。またこのレースでは、1位、2位、3位、5位、7位が着順別の歴代世界最高タイムをマークした。2009年8月23日、世界選手権の男子400メートルリレー決勝ではアンカーを務め、37.31秒の世界新記録で優勝した。2009年9月12日、 テッサロニキで行われた IAF ワールドアスレチックファイナルの100メートルに出場し、コースタートを切ったものの向かい風0.2メートルの中、体操ーに0.02秒差で後半セリー負け、9.90秒で2位に終わった。2013年7月14日、6月のジャマイカ選手権の際に行われた検査で禁止薬物に陽性反応を示したことが判明。 本人は、故意の接種を否認していた。その後、2014年4月10日に、ジャマイカ反ドーピング機関から18ヶ月の資格停止処分が課された。これに対し、パウエルは、異議申し立てを行う意思を示した。7月14日に、スポーツ仲裁裁判所は、パウエルの主張を一部認め、出場停止期間を6ヶ月に短縮した。 処分は2013年6月21日からであり、この決定により直ちに競技へ復帰できることになった。2018年9月15日現在、100メートルでは9秒台を97回、9.90秒未満は43回記録し、いずれも歴代1位、9.80秒未満は8回記録しており、歴代2位の記録、1位はウサインボルトの12回である。 また、2008年には9秒台を15回記録しており、自身が持っていた1シーズン9秒台最多記録、12回、2006年を大幅に塗り替えた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。